大会2日目から始まった競泳。この大会では9つの世界新記録が生まれました。さあ、金メダル争いは先頭はアメリカのバローマン、体半分リードした。バローマンがこれはどうやら行きそうだ。トップとは5メートル差、先頭はアメリカのマイク・バローマン。今マイク・バローマン1着でゴールイン。どうだ、1分10秒16、見事に世界新記録で金メダル。サドボイが出ました、サドボイ出ました、 EUN ロシア共和国。さあ、このまま EUN サドボイだ、サドボイ、サドボイ今タッチ、ゴールイン。3分45秒00、世界新記録が生まれました。素晴らしい世界新記録。これはすごい記録です。イルカの調教師も務めるオーストラリアのキーレン・パーキンス。1500メートル自由形でイルカ顔負けの泳ぎを見せました。さあ、先頭はキーレン・パーキンス。さあ、世界記録へ向かってあと40メートル、世界記録は間違いない。自らの持つ世界記録更新は間違いないところ、彼の持つ14分48秒40。さあ、あと13メートル、場内が大歓声、お客さんは全員総立ちになりました。さあ、盛り上がった中、世界記録です。今ゴールイン。タイムは14分43秒48。素晴らしい世界記録を5秒も縮める驚異的な泳ぎでした。1500メートルフリースタイルにまさに新時代の幕開けを告げます。一人の少女がこの夏バルセロナで大きな夢をつかみました。5歳の時から水泳を始めた岩崎恭子さんです。さあ、岩崎が出てきました。岩崎出てきました。4位に上がろうとしています。女子 200m 平泳ぎ予選、日本の岩崎は4位に上がりまして、1分50秒74。いいですよ。最後の 50m、 岩崎選手は信じられない追い上げを見せます。最後の頑張りによっては、30秒くれるんじゃないですかね。そうですね、チャンスありますね、はいはい、追いついてきました。岩崎上がってきた、岩崎上がってきた、3位に上がった、3位に上がった。アニタ・ノールを捉えようとしている。ノールがちょっと伸びない。岩崎ピッチが上がった、岩崎ピッチが上がった、ピッチが上がった。ノールを逆転するか、ノールに並ぶ、ノールに並ぶ。岩崎上がってきた、ノール伸びない、ノール伸びない。岩崎追っている、岩崎追っている。さあ、岩崎逆転なるか、岩崎逆転なるか。タッチはどちらが早いか。タッチは2分27秒77。これはすごい。岩崎は2分27秒78、2着で日本新記録。長崎の記録を破りました。楽しんでればいいなぐらいしか思ってなかったけど、泳いでて隣の人にどんどん追いついちゃうからすごいびっくりして。大会前の世界ランキングは14位、それが予選で一気に自己ベストを3秒も縮め、世界記録を持つアニタ・ノール選手に1/100秒差。決勝に残ることだけが目標だった岩崎選手にメダル獲得の期待が一気に集まります。選手村で仮眠を取った後、決勝に臨む岩崎選手、緊張で何も考えられない状態だったといいます。使い慣れたはずのスイミングキャップがなかなかかぶれません。4コース、世界記録保持者のアメリカのアニタ・ノール。5コース、沼津第五中学2年生の岩崎恭子。日本新記録2分27秒78を予選で出しました。一躍メダル候補に上がりました予選のレース。清子岩崎。メダルに向かってスタートしました岩崎。うまく 100m をですね、はい、まとめてもらって、そしてあともう後半の勝負であると、はいはい、そういう風になると思います。まずアニタ・ノールが出ました。このアニタ・ノールにしっかりついていくということですね。25m を通過しました。手前4コースの世界記録を持っていますアニタ・ノールがリードしています。岩崎現在3位、まもなく50のターンにかかるところです。最初の出足はどうでしょうか。まず50のターンはアニタ・ノールが先頭アメリカ、続いてクルティア、さらには岩崎は現在5位で折り返しました。34秒68で折り返しております、はい、これは予選より前半はいいですね。予選よりはいいです。
現在5位争いをしております岩崎ですが、岩崎の持ち味は後半です。はい、アニタロールがリード、向こう側のカナダのクルティア現在第2位、そして日本の岩崎が3位争い。100のターンにかかるノール、クルティエ、そして岩崎、1分10秒13、はい、日本の岩崎3位に上がりました。予選よりも1秒いいペースで入ってます。そうですね、はいはい、あとはここで後半。そうですね、さあこれからあの予選で見せた後半の追い上げ、さあ追い上げ開始。アニタノールリードしています。岩崎2位に上がりました。岩崎2位に上がってきました。岩崎は日本記録を上回っています。2分27秒78を予選でマークしました。アニタノール先頭、続いて日本の中学生の岩崎京都。ちょっと疲れたような気がする、はい、さあ岩崎にもチャンスが出てくる。岩崎にもチャンスが出てきました。最後の150のターン、ノール先頭、続いて岩崎か。岩崎現在第2位、1分49秒55で第2位で折り返しました。さあ残り 50m はありません、 50m はありません。向こう側から倫理も出てきた、向こう側から強敵倫理も出てきた。さあノールを捉えるか、あと 25m の勝負、 25m の勝負。日本の岩崎にチャンスがある、チャンスがある。並んだ並んだ、相手のノールちょっとくたびれた、ちょっと疲れた。あと 10m 並んだ並んだ並んだ、ピッチが上がった、ピッチが上がりました。さあチャンスだ、さあチャンスだ、もうメダルは間違いない、メダルは間違いない。さあさあどうだ、逆転した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 、勝った、岩崎京子金メダル。14歳の日本の岩崎京子金メダル。タイムは2分26秒65、オリンピック新記録。14歳と6日競泳史上最年少の金メダルです。すごい、本当に嬉しい。今どんな気持ちがしますか？今まで生きてた中で一番幸せです。ご両親も見に来てますよね？本当に嬉しいです。もう本当に必死で泳いで、タッチでまた負けちゃうかな、いつものパターンで負けちゃうかなと思ったけど、原稿掲示板見た時に惜しくてたまりません。一気に世界の頂点に駆け上った岩崎選手、まだあどけなさが残る14歳の少女が日本にこの大会初の金メダルをもたらしました。